はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。BC スウェル所属美容系担当のビビロイヤルと申します。本日は、コットンをつけながらやっていきたいと思います。そして、BC スウェル所属サポート担当のジグスです。ぶっ飛ばしてやるぜ。はい、今日はですね、このジグスと美容系担当、化粧品の、もう塗り塗り、化粧水塗り塗り男と一緒にですね、ワイルドヒットパッチロード 3.1A ハイテンションで解説していきたいと思いまーす。お願いします。よろしくお願いします。はい、それではワイルドヒットパッチノート 3.1A 見ていきたいと思います。お願いします。で、最初の方ね、ちょっと挨拶でちょっとなんかふざけちゃったんで、パッチノートの方は真面目にやっていきたいと思います。ちょっとさすがにパッチノートはね、真面目にちょっと、で、はい、やっていきたいと思います。じゃあ、いきますよ。どん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 、もうこれも邪魔ですね。ポンポンつって、で、おい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 で、おいよいしょー、ドクジョーはい、オッケー。エレメンタルリフトがですね、多分ようやくすると、はい、エレメンタルリフトがまだできますよってことですね。はい、行きまーす。じゃあ次、スキン見ていきたいと思いまーす。はい、パジャマガーディアン、ラクサンド、エズリアルですね。この2匹ですかね、こいつとこいつですね。こいつのスキンが追加されますと、なんで5体で、なんで5体出さずに2体なんだってところでですね、皆さん物議を醸してると思いますが、こんな感じですね。でもね、なんかね、パジャマスキンといえばね、偉人名言ゲームがね、ちょっと心当たりあるんだよね、すごい。あー、いつですか、もしかして。ちょっとなんかね、偉人がね、ちょっとパッと思いつきそうだから、ちょっと名言言ってほしいんだよね。あー、全然、じゃあね、伝説の仕立て屋、はい、鈴木さだまさ。あー、まさちゃんね、まさちゃんの名言。はい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 、もういいの？いいよ。女の子のパジャマは肌の露出面積が多いホットパンツが一番いい。女の子のパジャマは肌の露出面積が多いホットパンツが一番いい。肌の露出が多ければ多いほどいい。多いほど男は嬉しいんじゃーってことですね。はい、次行きたいと。はい、嘘ですよ、皆さん。嘘ですよ。そんなこと言わされました。上の誰かに言わされました。はい。はい。で、はい、チャンピオンのバランス調整ですね。はい、ジャーバン4と。で、ジャーバン4が、ジャーバン5になりますということですね。はい。で、こういう。どういう調整やねん。ジャーバン5にならない。ならないやろ。なりません。なりません。チャンピオン名の変更や、それは。で、まあね、ちゃんと言いますと、デマーシアの旗印で得られる攻撃速度ボーナスを増加させますというとこでですね、はい、まあ、攻撃速度が 5% 上昇しますよと。うん、まあ、言ったとこで、ジャングルクリープはまあ、速くなるんじゃないかと。で、まあ、周りのエースも上がるんですけど、うん、まあ、賞味ね、賞味テルミーなところあるんですけど、ジャーバン4の旗印でエース上がったっていう実感はあんまないですよと、今まで。まあそうだよね、うん、だって実際 J4 ってスキル使って敵に突っ込んでくから、うん、敵の周りに味方がいないとね、あんまないんで、まあどっちかっていうと、まあ割とクリープ系を狩る、まああの、まあドラゴンとかもそうですよね、あの辺もみんなの増加ボーナスがあるんで、そこかなというとこです。まああんま分かんないんで、まああと1対1強くなったんじゃないんですかっていうところですね。うん、はい。でもサクッといきましょう。はい。で、次、カルマ、はい。カルマンティヌス。で、マンティヌスの震源のマントラボーナスのダメージを低下させというところでですね、まあ、後半ですかね、うん。レベルアップごとの基本ダメージが下がってますよっていうところで。まあ。ダメージ実際低くなってもね、カルマってあの、バリアの、そうだね。MS アップが強いから、別にダメージ出なくても関係ない。強い。ま、使ってみたけど、そう、シンプルに強いけど、まあまあちょっと下げます。ただでも序盤があんま変わんないんで、賞味、まあ連戦って結局レベル2とか3ぐらいの段階で、まあそんな変わんないんで、まあそんな変わんないんでしょうっていうところですね。うんうん、いいっす。まあ全然 OP でーすっていうところで、はい、次。はい、マスター E ですね。マスター E はですね、もうちょっと一旦 OP 過ぎたから、はい、ナーフしてあげてっていうことでですね、ちょっとまあナーフされてますってところでですね、まあまあ結局ミニオンのクリープ速度、クリープでいいのか、速度が下がりますっていうところでですね、うん、まあ追加ダメージが下がりますっていうところと、
2回目以降の攻撃のこれ9ですかね、9の2回目以降のマスあのミニオネの追加ダメージが 100% から 25% になりますというところでですね、まあ、もちろんこの、うん、まあ、ドラゴンとかも遅くなってっていうことはあるんですけど、まあ、マスター単体であんまりやることってのもないかなと思うんですけど、結局一番大事なのってその1個目のカニまでに、うん、まあその3キャンプ1分25秒が間に合うかって結構大事なことだと思うんですけど、まあ一応検証してみたところ2スマイト使いで1分25秒ノーリーシュで間に合ったんで、まあそこまで痛くはないのかなと思います。はい、ヌヌ&あウィル&ヌヌンプで、ウィル&ヌヌンプは逆やウィルとウィルが入れ替わっとるわ。ウィルが弱くなったのかな。ウィンプはヌヌンプ、ヌヌンプは強くなってんのかこれ。あ、ウィルが強くなってヌヌンプが弱くなってますねこれ。なるほど。ちゃうね。あの二人で一人やね。ヌヌ&ウィルプ。二人じゃない。ウィル&ヌヌンプやないね。二人じゃない。ヌヌ&ウィルンプやねこれ。ウィルが弱くなったわけじゃない。なんでやね。変わってないのかよ。じゃあほぼ変わんないですってことは次行きまーす。読め。ちゃんと読めや。でまあちょっと固くしましたよと。うんうんうん、まあちょっと硬くちょっとやなほんまに15レベルで6しか変わらん、まあ、まあまあ、うん、0.6 じゃない、15レベルで6しか変わらん、そう、ね、うん、そう計算早いからさ、あーごめんちょっと学ないから俺でまあこの強くなったのが結局この魔力が強くなってんすよ、うん、基本的に、うん、AP 反映率がね上がったよね。この辺もまあダメージもちょっと上がってるけど結局魔力が上がってて基本的には、うんうん、でまあ魔力が上げたとって結局こいつでまあタンクビルドだと思うんですよね、あの、うんうん、サンファイアとかツミーノっていうとこで、まああんま変わんない気も正直、まあ100上がった、うーん、まあ5とか100上がってどうなんのって話だけどね。まあでも結構なんかランクやってる感じ、うん、なんか初手ロアとかのヌヌがね、たまにいる、ね、たまにいる、うん、あ、いんのかな。なんか結構ヌヌ味方とかできてる人もみんな初手ねロア行ってたね。ああ、じゃあロアの方がいいかもね。じゃあ、あ、そうか、もう新パッチでやってんのか。そう。あ、だからロア、あ、まあ確かにロアは相性いいかなって感じですね。うんうん、うん。で最大これ時間かな？倍率じゃなくて、ね、うん、多分 5.5 秒になりましたよってとこで、まあまあじゃあロア積んだら強くなりますってとこっすね。まあまだどうだろうな。まあ今まで使ってた人は結局使うんじゃないかなってとこで。うん、そうだね、まあ、雪玉のね、うん、あのコロコロするやつをバフしてくれたらもっと分かりやすかったのかなと思います。はい、おーい。でオラフの E かな、 E のベチーンってやつがまあダメージ下がりましたよと、うん、まあオラフも、うんうん、まあ10、まあ、10そんな変わんないね。そのこのロルというゲームにおいて10の価値が結構でも高いはずなのね、基本ダメージって。なるほど。で10ってまあだからまああの10か、まあ集団戦3なんか何回もやるスキルだからまあ下げときゃって話あるけど、でもまあまだ強いんじゃないかなと結局思います。うんうん。はい、ウチュクトン、ウチュクトンね、ウチュクトンは、うん、まあちょっと強くしますと、シンプルに耐久力と回復力同化させますってとこで、まあまあ結構140、え、うん、あの説明欄にワニちゃんって書いてある。ワニちゃん、ワニ、やっぱワニちゃん、ワニちゃん、ワニちゃん、あ、ここかあ、ここが一番バフ、あ、そう、そこだと思うわ、あ、ここか、あ、じゃあいいや、もう下はで、ベイいや、結構でもこれ大事だと思う、この下の、うん、まあ、あ、うん、まあシンプルに HP が上がったっていうのと、この回復量、Q の回復量が、うん、まあ、増加攻撃力がついてるん でどんぐらいだろうな、うん、クローノと、まあ結構クローノ王権っていくと思うけど、それ増加力がだいたい60、7070の8、 5.6、 うーんなるほど。でもなんか結構レーニングはしやすくなるんじゃない、このサステインの、うーん、まあ多少で本当に多少だけど、どうなんだろうな。100増加で増加攻撃力8ずつ、あ、まあミニオン巻き込んだら4体巻き込んだとして、うーん、まあ結構じゃない。12っすね。まあでも強化時が結局強いのかなこれは、うんうん、強化時が 24% なんで、まあじゃあ100あった場合攻撃24で54になるんで、9でそれがまあ4体とかで、まあ、3、うん、多いのかこれ本当にでもなんかあのネビちゃんとか、うんうん、
聞いてた感じだとサステインやばいって言ってたね。ああ、やばいんだ。じゃあやばいです、うん、ネビちゃんが言うならやばいですOK です。やばいですねこれは多分。はい、強くなりました。使ってくださいみんな。はいで、はい、ブレインがちょっとナーフしますと。まあベインナーフは妥当ですね。結局こいついるとだるいキャラって結局バフナーフした方がよくて、マスタリとか。ああ、まあ、そう。で、移動速度遅くなりますと。まあでも結局移動しちゃってるから相手に追いつけちゃうっていうのはあるんですけど。で、ファイナルはもうまあ10下げたとて、結局9で消えるのが強いみたいなとこもありますけど、まあそういうの気にしないでいきましょう。ナーフされました。もうみんな使えませんまあまだ使えるかな、ギリ。ギリまだ使えると思います。使えるね。うん。まだ使えると思います。はい。で、次、ウェイガー。ウェイガー、あ、イベンティングホライジングが2秒短縮って、これはいいっすね。結局、ベイガーの強いとこってこのイベンティングホライズンであって、まあその CC ができるんで、これはな、バフは結構いいと思います。まあ、使うかどうかはちょっとまあ、あなた次第みたいなとこありますけど。でも結構やっぱりクールダウンでかいんじゃない？これオブジェクトファイトとかで置かれたらなんかすごい邪魔だし、結構影響力でかい CC だから。そうだってイベントホライズン時間の効果時間がどれ、大体どれぐらいだっけ？4分ぐらいあるっけ？ん？なんか置いてから置いてから4分ぐらいは確かなわけないやろが、それオブジェクト枠タイミングやないかい。うん、まあ何秒かあると思うんで、シンプルにまあ強いかなと思います。はいね、バイバイの基本攻撃力を増加させます6アップっていうところね。これね、基本ステータスアップ6ってなんかロールの方で上げたら勝率なんか 4% だっけ 5% だっけ上がるんだっけ。あー、そうだね。なんか本家とかで言うと結構そんな感じだよね、ランク。そうだって全体の勝率が 4% から 5% 上がるバフって結構化け物で、また基本攻撃力6ってだからブルータル1個分、ブルータル2個つけ回すみたいなもんなんよねこれ。うん、確かに確かに。そうだから普通にルーン、あの1個一番征服者の1個次の波動のルート同じ相当のバフがされたんで、シンプルに、まあ、バイ強いんじゃないですかね、うん、クリップ速度とかも全部上がるし、小競り合いも強くなるし、でシンプルにこいつ4キャンプできると思うんで、リーシュアリー、うんうんうん、リーシュアリー4キャンプカニファイトとかも最強なんじゃないかなと思います。はい、はい、ランダムミッドのバランスショット、これ実はこれランダムミッドミン、これ一番大事なあれ来てました、調整。ワーモグが直されました。うわー、もうみんなが積む定番のアイテムだ、ね。そう、俺基本的にファイターブラックリワーモグってやってたんだけど、ちょっと弱くなりましたってことで悲しいです。はい。はい、ゲームプレイの変更ですね。王剣がまあ、ナーフされますってとこで100ゴールド高くなりました。で、はい、まあ、王剣100ゴールド高くなることによってですね、これ、なかなか。で、前回甘党とかもナーフされてるんで、このドラゴンファイトまでにこの入れようと思うと、この3200ゴールドを入れようと思うと、甘党2回分だから2回食わないといけない、プラス多分1回リコールとか、多分2、リコールしたら多分ほぼ無理かな。リコールってちゃんとしたリコールじゃないと、ほぼロストのないリコールで CS 落とすとも無理なんで、基本的に全部ほぼ全部取ってないと3200ゴールド間に合いません。はい、なんで結構気にしないと、王剣する人は気にしないといけないです。で、はい、次バロンナッシャーですね。これちょっとまあちょっと難しいけど、まあ HP 上げてバロンの攻撃力下げてるんで、まああれかな、睨み合いとかはできるようになったけど、ラッシュがしにくくなったってとこっすかね。うん、そうだね。まあ、本家とかも本当だって、サステイン持った ADC、一人ずっと殴っときゃ HP 減らんみたいになるけど、まあ、そうなったら、まあ、楽そうってのはあるけど、今ちょっと強すぎるわ、バロンが。まあ、確かに。死にかけるやん、毎回あれで。だからまあ、まあまあ、下げてくれるのはありがたいですね。はい、次。システムの、このね、これもね、多分書いてあること間違えてんじゃないかなと思うんだけど、まあ、ホームガードって多分リコールした時に得られる恩恵のことで、でそのリコールした後の恩恵がなんか12分が1分、ほんまに1分なんかな、10分か1分か分かんないですけど、でゲーム、まあゲーム終了まで、まあこれはゲーム終了までというか、まあ基本的にホームガードは持続時間経過で、持続時間あって、それで徐々に下がっていくやつだと思うんで、まあ表記がちょっと違うかなと。まあただ多分、ここの、まあだから短くなって移動速度が上がったっていうとこっすね、多分シンプルに。で、多分 TP とか、で、ホーム、一回帰って TP とかやった後、多分足速くなってるのが続くんじゃないかなって感じっすね。
うんうんうん、まあちょっとここはよくわかんないんで、誰か詳しい方いたら教えてください。で次が試合開始から12分経過時の増加移動速度が、ミニオンが移動速度が変わりましたよっていうところでですね、これもよね、まあでかく、プッシュがでかくなりすぎてるのって移動速度が高いからなのか、移動速度が遅いとどうなるんだろう。移動速度が遅いとそれだけウェーブ到達するの遅くなるから、溜まった時のミニオンが一気に押し寄せてくることになるから、なんかバラバラじゃなくて、でもレース中に考えて移動速度が遅いと、うん、でミニオン湧くタイミングが変わんないってなると、そのかこの変更によって、プッシュウェーブができるのが遅くなる、うんうん、プッシュウェーブができ、まあプッシュウェーブにするのは簡単なんだけど、プッシュウェーブからそのちゃんとでかいミニオンになって、あのタワーに到着するまでの時間は遅くなるけど、ただでもミニオンの到着時間が遅くなることによってどんどん溜まってくんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろう、普通レース普通に考えると。でプッシュウェーブは絶対変わんないじゃん、プッシュウェーブにしたら、こっち側のミニオンとこっち側のそのプッシュウェーブになるっていうので遅くなってくと、遅くそのプッシュでかいミニオンがタワーに到達するまでの時間は遅くなるけど、ミニオンの量はミニオンの量は増えるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この辺ちょっとこの辺もちょっと詳しい方いたら教えてください。自分はそう思いました。うん、まあ、ただだからタワー側がなんかモリモリ削られるっていうのが減るんじゃないかなっていうシンプルに感じです。ただ放置しすぎるとでかいミニオンになっちゃうよって思うなるんじゃないかなと思います。うんうん、やはり復活タイマーですね、まあ、これは短くなっ長くなったのは、まあ、ホームガードこの移動速度とかのが増加するからなんじゃないかなってシンプルに思います。なるほど、まあ、なんでほぼ、まあ、到着とかはほぼ変わらないんじゃないかなと。まあ、ただエース取った時とかはそのまま GG になる可能性がちょっと上がったって感じですね。そうだね、うん、はい、でこう復活タイマーの調整があったことを今知りました僕は。あれかな、強いなんかリードしてるチームが受けるペナルティは低下しますが、なんか長くなってたのかな、リードしてた方が長くなってリードされた方が短くなるみたいな。あ、なんかあんまり意識してなかったねそこは、うん、意識してなかったけどあったのが変わったって感じですね多分。うん、おい、まあ、以上ですかね。はい、ってことでですね、はい、今回パッチノート 3.1A の解説の方やらせていただきました。はい、でご意見等あればまたあのコメント欄の方でよろしくお願いいたします。チャンネル登録もして ね、はい、はい、それでは皆さんありがとうございました。バイ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 。